皆さんこんばんは。ちょっとねここね電波がなくてね、配信が微妙に出るかとこってなんだよね、石橋山古戦場です。ここがですね、ここに書いてある通り、正治4年1180年8月23日、真田与一義忠は敵の豪商又の五郎景久、これね違うんですよ本当は、長尾五郎って言うんですよね、長尾景久、平安時代末期ですかね、これは、駆けつけた敵方長尾新六に首を切られた、この長尾ってやつがくせ者なんですよ。平安時代の長尾氏ですから、まあ、平家ですかね、首を切られこの家で討ち死にしたと伝えられている場所なんですよ。真田与一義忠討ち死の死地にじり畑、今日は本当はここ配信したかったんですけど電波がないので、まあ、もし電波が入ればライブ配信したんですけど、見ての通り au はアンテナゼロですね。参っちゃいました、配信の時間が遅れる、まあしょうがないですね。はあ、畜生、電波があればな、ここドルさんだな、ドコモだ、しょうがない。与一塚、真田霊社与一塚へ、石橋山古戦場、まさにここなんです。与一の首が手厚く葬られてるんでしょうかね。おーすげえな、6000mAh、 全然違うよ、上の方行けよ、もしかしたら電波が入るかもしれない、そこで配信ができればな。どこもだよ、やっぱりどこもだな、なんでよって感じだよ、すごい階段、すごいね、これねじり畑って言うんだ、すごいとこだよこれ、誰もいない、まさに本当の闇です。まあ、しばらくはちょっとライブ配信がこの後あるんで、ビデオカメラの撮影ライトだけで行きましょう。一番ルーメンが死んだらもうアウトなんで、せっかく来たんだからここ行かなきゃ意味ないでしょ。すっげえ疲れる階段。うわ、上行っても電波に立たないよ。もうダメだ。すっごい。見てこれ。超怖い。ああ、ライブ配信したかったな、ここ。
ここはね、たまたま僕ね、Google マップ眺めてたら、こんなとこあるんだって見つけてドルさんに報告して、ほら真田霊社って書いてあるでしょ。真田与一の霊を沈めてる場所なんですよ、ここ。すっげーな、これ古戦場とですね。石橋山古戦場です。まさか与一塚および分散堂、石橋山古戦場は正治4年1180年8月23日に源の頼朝が異人王の命令を受けて挙兵したところのことです。ここで将軍頼朝の軍は平塚方の大場、これ大場城跡のあれですね、城主です。これ大場氏伊藤氏らと戦い敗れましたが、箱根外輪山の、これすげえ顔認識出てる、まあ、こうずらずらちょっと書いてあるんですけども、うわまた顔認識、超怨念強い。ここ要はだから長尾新六に最後真田雄一さんは討ち取られたということです。ここでねじり畑の地で、ほら神霊として神の霊として真田霊社に祀られ現在も信仰を集めていますって。すげえな、銃撃音がすんぞ。熊でもいいのかここ。さっきね、あの下の方でさらっと説明したとおり、動いてる、ビビった、すげえすげえ、 石橋の古戦場、やばい、こうライブ配信じゃねえからマジで怖え。うわほら見て、どれが与一塚なんだろう、これなのかな。いやーもう違うだろう、こんな端っこじゃないでしょ、将軍なんだから。すごいです、何なのこの音、ドカーンって。信仰を集めてる場所なんで、なんかいろいろ書いてありますね。東京とか厚木市とか。これに寄贈した人たちかね、この碑文。あれ、この石に、石っていうのが、碑に。湘南そろばん塚って書いてある。そろばんの、あれか。普段は観光地なんでしょうけど、夜は本当に異質な世界を放っています。初詣です、ある意味。うわすごい、これが真田霊社になるのかな。あ
から、これ結局裏口から来ちゃったのか。ああ、そういうことね。裏口だ、これ。まあ、ざっとこんな感じです、霊車は。真田唯一。唯一が祀られている神社です。神として崇められてるんです、神の霊として。だから長尾氏にとっては敵となるんですよ。だから長尾姓を名乗る方は言ってはいけません。子孫、先祖の因縁が子孫まで多分続いてると思うんで。いやマジで電波ないんだけど。これじゃアンテナ2本で動画しか撮れないっていう。そんな長い動画にはなんないかな。ポーンだな、これ。熊でも出んじゃねえか、ここ。まあ、参考になればいいと思うんで。動画になってしまいますけども、ライブができねえんじゃお話になりません。私もなぜ英雄にしちゃったんだろう。まあ見てからのお楽しみですね。何やってもここは隠れたマイナー心霊スポットとして紹介したいと思いますけど、少々電波がないのはきついな。すっげえきつい。まあ早く次のライブ配信に向けて行きますか。電波がなかった。残念。アンテナ一本も立たない。そんなバカな話あるか。じゃあちょっと分散道の方ってこっちか。この辺も もろ古戦場ですので、多くの命が奪われた場所だと。戦場感半端ないな。これは畑の道か。みかん畑ですね。イノシシは出そうですね、ここは。参道だ、これか。石橋山古戦場。ライブができればな、面白いんだけどな、このロケーション。動画だ、動画のみか。石橋山古戦場のうち分散道。これ絶対ドルさんの iPhone だったら配信できますよ、これ絶対に。すげえ。一本しかねえ。これがあれじゃねえの、真田唯一が祀られてるあれじゃねえの。
対そうだ、絶対そう。あれが真田雄一の肖像画ですか。違うか、とそうなのかな。分散光絵描きか、多分そうじゃねえの。これ確証はねえけど、異様な気配する。マジで。ああ、ちょっと怖いわ。まあ、それとりあえずライブ配信を控えてるので、ここは配信ができなかったということで、もう車に戻ります。しょうがない。ドルさんにバトンタッチだ、これは。たぶんこの辺でさ、もう配信ができれば本当に良かったのに。いや、参りました。ねじり畑、この辺りが平安時代末期に起きた合戦場でしたね。まあちょっといきなり唐突にスタートが変なとこから始まったので、入り口の方を映しながら静かに帰りたいと思います。今来たら眺めはいいでしょうね。あんなとこに廃屋が、これがねじり畑っていう。暗くて分かんねえな、映らないや。こういう感じのねじれてるからねじり畑なのか。今はみかん畑ですけどね。畑です、どう見ても。闇に吸い込まれちゃうね。ISO感度が悪いからカメラに全然映んない風景が。お、顔認識、顔認識出た。やっぱいるね、ここ顔認識出たってこと。いや、配信できれば検証できんのにな。動画じゃな、検証しようがねえんだよな。一人だし。銃声音聞こえるしさ。こういうとこなんですよ。下に東海道線が走ってるでしょ。不気味なトンネル、やばいっすよこれ。古いなトンネルか。電波が入らないか。だいぶ遅れちゃったな。10時16分になっちゃったよ。来たな。
電波が届かないんじゃどうしようもない。石橋山古戦場、ほら石橋山古戦場、隠れたマイナー心霊スポットとしてもライブ配信したら多分楽しい場所ですね。あ、すいません、動画になってしまいました。ではそれでは20分になったら撮影終わります。6、7、8、9、10、しやす。